こんにちは。渋谷でシンという美容室をやっている代表をやっている斉藤ショットと申します。今日はよろしくお願いします。まずですね、2ブロックと刈り上げから入れていこうと思います。2ブロックの範囲って意外とこう難しくて、高く入れすぎてしまうと髪の毛が薄くなりすぎてしまう。でも逆に低すぎてしまうと結局2ブロックを入れた感じがないっていうことで、どこはどうやってここも見れるところを見ていこうかなって時に、大体さっきと同じですね、後頭部と同じ、基本的にこのウエイトになる部分ってビヨーンってまたちょっと撫でます、頭を撫でます。一番出っ張ってるところあります。はい、そこです。ここ一番横向いて出っ張ってるところでライン設定すると一番人間の頭って綺麗に見えます。ではラインを取っていきます。基本的には僕はまっすぐに取ります。よいしょ。この時にちょっと回しますね。ほいなと、ラインがですねまっすぐ取れば、ここそんなにここの前髪に関与する分にいかないんですけど、これを前上がりにしてしまうことによって、ここのところも坊主って言い方が違うな、ツーロックになるわけですよ。だからここも高く前上がりに入れれば入れるだけ、ここの前髪が薄くなります。これダメです。さあ、これ後ろのラインをどうやってつないでいけばいいかと言いますと、はい、これよくあるんですけど、まっすぐに取る方が結構いるんですね。これまっすぐに取ってしまうのはダメです。なぜかというと、まっすぐに行ってこのさっき入れた高さでまっすぐ入れてしまうと、バックのウエイトになる部分がなくなります。そうです、これがコボちゃん現象でございます。そうならないようにやや斜め後ろに下がるようなイメージで取っていきます。はい、じゃあ横まっすぐなラインからやや後ろ下がりダウンで落としている感じで、こうラウンドにつないでいってます。この時もさっきと同様、骨を一応意識して高くなりすぎない、まっすぐしすぎない、これをまっすぐ取った瞬間コボになります。まっすぐ取らないとイケメン韓流マッシュになります。覚えておいてくださいね、この2つの違いがありますので。おい、ではまっすぐ戻させていただきました。ではこれで2ブロック入れていきたいと思います。短めにしたい方は6ミリ、ちょっと長めにしたい方は9ミリがベストかなと思います。で、いや僕結構ナチュラルにしたいんですよって方に関しては12ミリ、15ミリって感じがいいかなと思います。よし、では今日は9でいきます。よしよし、9でいくと何がいいかっていうと、ここが例えば3とか、まあ、3とかでいっちゃったりとか、まあ、6ちょっと短めにやると必然的に後ろとのつながりの兼ね合いがありますので、短くなりすぎて必然的に後ろも短くしなきゃいけないので、よりこうなんかイメージで言うと後ろも極端に短くなってしまうので、そうすると韓流マッシュ感ないので、ちょっとナチュラルに残した方が今っぽいので、なので横は9でいって後ろに関してつなげていこうかなと思います。ほい、では横から入れていきます。いきます。バリカンを入れるときにポイントがあって、ここまずもみあげ上げてください。もみあげをまずは上げてください。もみあげって結構デザインで一番大事なところなんで、初っ端からもみあげからブイーンってしまうと、意外ともみあげの毛って長いない方がいるじゃないですか。そういう方はもみあげ入れてピッていきなりいくと、あ、もみがないってなってしまうんですよ。それは NG なので、もみはちょっと上げて浮かした状態でやや上からいきます。この時にもモデルさんだったりお客さんが痛くないように優しく優しく優しく入れていきます。だいたい僕はこの耳の上まで、耳の上まで9ミリでいっております。はい、この時にも髪の毛の生え癖に生え癖があるので、あまりこう上だけじゃなくてしっかり斜めだったりとか反対側から入れてあげることによって綺麗に2ブロックを入れることができます。で、最後にもみだけちょっと浮かして入れてあげます。ほいほい。で、この魔法のアイテムトリマーを使います。このトリマーを使ってもみあげデザインしていきます。今回はちょっとこうあえて長めにデザインしたいので形を残しておきます。
この時に左右の長さがここが同じじゃないとちょっと違和感があるので、耳の形をまず見ます。耳の形を見て、あ、今じゃあこのもみの先端がどこにあるのかっていうのを見ておくと左右の長さが合わせやすいので、この時にもすでにここって覚えておきましょう。じゃあいきます。まずは上のウエイトを決めます。真ん中でウエイトを決めていきます。この時に絶対にやりすぎないでほしいので、はじめはちょっと斜めに残しながらいきます。ウエイトを決めます。そうしたらよいしょ、ウエイトを決めたら次、さっき9ミリでつないだところとさっきつないだところをさっき作ったガイドに合わせてこう綺麗につないでいきます。ほい、そうしたらこういうちょっと刈り上げコームというのちょっと短めのコームがありますんで、ここの際の色味が残りそうなところだけちょっとコームを入れて、短めのコームを若干入れてもらって浮かしていきながら切っていきます。毛によって全然癖が違います。襟足って癖が出やすいので、そこはあえて上からこう押さえつけてあげて、その長すぎる毛を取ってあげるっていう作業も大事なので、コームも下からだけじゃなくて上から押さえてあげる、横から入れてあげることによって全部の髪の毛をキャッチングすることができるので、それをやってみるといいかなと思います。じゃあどこにこの長さを落としたいか、今回は前髪や目にかかる長さを設定したいので、この時に顔に当たらないように、先ほどあんだけ浮かすとグラデーション入っちゃいますけど